て、今日はマーラーの交響曲第6番をこれからお楽しみいただきますが、このマーラーの交響曲第6番は20世紀に入ってから1903年の夏に1楽章から3楽章のスケッチが始められて1905年の7月に完成された作品で、20世紀音楽に入るわけです。この当時のマーラーはアルマ・マーラーと結婚して2人の女の子供が生まれ、ロシアその他への演奏旅行の傍ら積極的に新しい交響曲の世界を開拓していったわけです。でこの交響曲第6番についてしばしば言われることは、ともかくその楽器編成の膨大化ということと、新しいその多調的な副調的な新しい響きをマーラーがこの交響曲で実現しているということだと思います。アーノルド・シェーンベルクあるいはアルバン・ベルクといった作曲家はグスタフ・マーラーの音楽を非常に高く評価しておりましたが、中でもそのシェンベルクもベルクもこの交響曲の第6番をマーラーの最も新しい世界が展開されている音楽として高く評価しております。現代音楽を得意とするギーレンがこのマーラーの6番をどう演奏するか、これから皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。それではミハイル・ギーレン指揮のベルリン放送交響楽団の演奏でグスタフ・マーラーの交響曲第6番第1楽章から4楽章まで続けてお楽しみいただきましょう。
Thank you.
グスタフ・マーラーの交響曲第6番をミハイル・ギーレン指揮のベルリン放送交響楽団の演奏でお楽しみいただきました。第一楽章冒頭のアレグロ・エネルジコの行進曲風の歯切れの良い出だしから今の最後の打楽器の連打まで1時間半近いマーラーの音楽的な旅に付き合っていただいたわけですが、いかがでしたでしょうか。マーラーの交響曲第6番は第一楽章と第四楽章の2つの長大な楽章の間に、まあ、スケルツォとパストラル風の短い2つの楽章が挟まれていて、まあ、オーケストラはある時はその金管楽器や打楽器が非常に重々しい暗い闇のようなその情景を描くと思うと、そのこうオーケストラの霧がさっと晴れ上がって印象主義的な光にあふれた、そしてカウベルが鳴り響く、そういう牧場の風景に変わりかと思うと、再び激しい突き刺さるようなこう閃光のような音楽的場面が出てくるというふうに、まあ、ともかく音楽の出来事が次々に起こってくるわけで、まあ、指揮者にとってはこういったそのコラージュ風の構成、あるいは多くの音楽的出来事のポリフォニー、それをどうやってまとめるかということが、まあ、指揮者に課せられた最大の仕事ということになりますが、ただいまのギーレン、そしてベルリン放送交響楽団は、まあ、なんとかそういうマーラーの持つコラージュ風の音楽の質をまとめ上げていたと言えると思います。